トレバー・アンソニー・ウィリアムズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のニューヨーク・メッツ所属。相性は EV。2013年の MLB ドラフト2巡目で、マイアミ・マーリンズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズで、プロデビュー。A-9 バタビア・マックドックスと A 級。 グリーンズボログラスホッパーズでもプレーし、3球団合計で12試合に先発登板して0、小2敗、防御率2.3824奪三振の成績を、残した。2014年は、A 級ジュピターハンマーヘッツと AA 級ジャクソンビルサンズでプレーし、2球団合計で26試合に先発登板して8勝7敗、防御率3.1204奪三振の成績を、残した。 2015年は A 級ジャクソンビルとトリプル A 級ニューオーリンズ、ゼファーズでプレイし、2球団合計で25試合に登板して7勝10敗、防御率3.85、101奪三振の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスとクレンデールデザートドックスの2球団に所属した。2015年10月24日に、 ジム・ベネディクトとのトレードでピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。2016年は参加の AAA 級インディアナポリス・インディアンスで開幕を迎え、同球団では20試合に登板して9勝6敗、防御率2.5374奪三振の成績を残した。ロースター拡大後の9月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、メジャーデビューとなった翌7日の セントルイスカージナルス戦ではリリーフとして3回を投げて初登板初勝利を挙げた。この年メジャーでは7試合に登板して1勝1敗、防御率7.8211奪三振の成績を残した。2017年は初めて開幕25人枠入りし、5月からは先発ローテーションに加わった。この年は最終的に31試合に登板して7勝を9敗。 防御率4.07117奪三振の成績を残した。オフにはポスティングシステムを利用してメジャーリーグに挑戦を表明していた大谷翔平に対しツイッターにてピッツバーグの街及びパイレーツの魅力についてアピールしていた。2018年は先発ローテーションとして開幕を迎えた。シーズンとしては31先発で170回とに3回を 投げ、14勝10敗で、防御率3.11だった。2020年11月20日に、ディエフェとなり、28日に自由契約となった。2021年2月5日にシカゴカブスと250万ドルの、単年契約を結んだ。2021年7月30日に、ピートクローイコールアームストロングとのトレードで、ハビアーバイズと共に、ニューヨークメッツへ移籍した。 フォーシームが投球の約半分の割合を占め、他にはスライダー、シンカー、チェンジアップを投げる。ありがとうございます。